あれ、なんだか様子が。教えてくれてありがとう。あとは私に任せておいて。怖い。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、迷惑、吹雪姫追っかけ隊。これは吹雪姫の話ではなくて、吹雪姫の追っかけ隊の話そういうことかな。桜ニュータウンの河川敷に困っている妖怪がいるようだ。話を聞きに河川敷に行ってみよう。はい、やっていこう。さあ。どこ行ったナビワン。あ、そっちね。はい、行こう行こう。河川敷へ。ゴーゴーゴー。あ、あれやね。お、追っかけたい？あ、ほらほら、おるおるおる。ふぶき姫と追っかけ隊の皆さんですかね。あら、あなた、私のことが見えるのね。私の名前はふぶき姫。未来の世界からやってきた妖怪よ。でかいね、ふぶき姫。街で不思議な扉が現れて、蝶さんと目に中へ入ったらここへたどり着いたの。そしたらいきなりこの妖怪たちに囲まれちゃってね。なかなか話してくれなくて元の世界に戻れないの。あなたたちどうにかできないかしら。説得するしか。河川敷にいたのは未来から来た吹雪姫。この時代に妖怪たちが彼女のファンになってしまい、囲まれて困っているようだ。とにかくまずは詳しい話を聞いてみよう。何か解決の糸口が見つかるかもしれない。迷惑、吹雪姫追っかけ隊発生。クエストを進めてみよう。とりあえず一人ずつ話を。なあ、聞いてくれよ。最近新しい妖怪がどんどん登場してさ、俺の出番が減ってきてるんだよな。まあ、確かにグレルリンね結構メイン系やった気が。大丈夫、心配しないで。あなたにしかできないことがきっとあるから。何、お悩み相談室ですか？ああ、優しいっすね。こっちの世界の吹雪姫とは大違いっす。俺、今日から未来の吹雪姫のファンになるぜ。俺もっす。ありがとう。メラメライオンは何も言葉を発しないけど。あの妖怪たちはこっちの世界の吹雪姫のファンクラブのメンバーですね。ん？こっちの世界の？未来の世界に吹雪姫がいるように、こっちの世界にも吹雪姫はいるのです。これがまた可愛くって、ファンも多いんでミス。たった今目の前でそのファンが奪われているけど、未来の吹雪姫も困ってるって言われに、全然困ってる感じがしないね。あ、そうだ。ん？未来の吹雪姫は周りの妖怪に離れてほしいんだよね。じゃあこっちの世界の吹雪姫を連れてこよう。ファンのみんなの目が覚めて離れてくれるかも。そうね。なるほど、それはいいかも。この子は美人系やけど、こっちの世界の吹雪姫は可愛いと思うよね、私は。でもちょっと嫌な予感が。何、バチバチになる女の戦い。吹雪姫ファンサイトによれば、この季節は大森山にいることが多いそうですよ。ファンサイトまであるんだ。もしかしてウィスパーも吹雪姫の。行きますよ。さあ、細かいことは気にせずに、レッツゴーデウィス。やっぱそうなんやね。さっきの妖怪、優しそうだったね。俺も悩み相談とかしてみようかな。ん？悩みがないことか、悩みとか。おお、よくわかったな。ってほっといてくれよ。乗りツッコミ。あ、ここにも運外鏡おる。ちょっと話しかけとこう。いつでも、どこでも、ここにワープして来られるように。キュッピーとセットでおることが多いんかな。運外鏡、起きて。ヘロー！見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。運外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。てか、一回さ、みんなのこと見つけてきたんだからさ、ちゃんと起きとけよな。ねえ、こんなところで何やってるの？あんまり暑いから涼みに来てるんだ。なんかこの辺だけとっても涼しいんだよね。あ、吹雪姫か？言われてみれば確かに。もしかしたらこの辺りに吹雪姫がいるのかも。サーチしてみよう。ごめんね、吹雪姫連れてったら多分、涼しくなくなると思うんやけど、そこか？あ。ちゃんとね、ナビアンが見ててくれるけんね。いや、吹雪姫。やっぱかわいい。見つけた。吹雪姫だ。探したよ。あら、私の新しいファンクラブ会員かしら。ごめんなさい。今日はプライベートなの。いや、そうじゃなくて、実は吹雪姫にお願いがあるんだけど、吹雪姫のファンのみんなが別の妖怪のファンになっちゃったみたいで、
その妖怪が困ってるみたいなんだ。助けてあげられないかな。何ですって？ああ、そう。別の妖怪のファンに。そうなんだ。いつもあなたに一生ついていきますとか言ってるくせに、そんなに簡単に寝返るんだ。あれ、なんだか様子が。教えてくれてありがとう。あとは私に任せておいて。怖い。言ってはいけないことを言ってしまったかも。こうなるとグレルリンたちが心配だな。一度戻って様子を見に行こう。おお。なんだか急に涼しくなったね。これが風紀姫の力。多分この涼しさは風紀姫の力というより、とにかく元の場所に戻ってみよう。よし。そしてちょっと、ここに来る途中にあったもう一個の雲外鏡の方も目覚めさせておこうっと。あ、降りた。降りた降りた。ちょっと待って。あ、違う。よいしょ。はい、オッケー。グレルリンに話してみよう。みんな氷漬けにされてしまうよ。ん、この辺か？うちはこっち側か。入って、あ、おったおった。雲外鏡ペロン、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。よし、オッケー。さあグレルリンのところに行こうか。今頃きっと吹雪姫がめちゃくちゃ腹を立てているはず。女同士の戦いって怖いわ。恐ろしすぎるわ。あ、いたいたいた。さあどうなってる今。ん、まだ風紀姫は来てないね。来てないね。メラ、どうも。未来の風紀姫も困ってるみたいだし、その辺にしてあげたらどうかな。やだね、俺今日からこっちの風紀姫のファンになるから。前の風紀姫のことなんて知ったことじゃねえぜ。悪いことは言わないから今すぐその言葉を取り消した方が。なんだよその悲しそうな目は。俺のことは放っておいてくれよ。お、来るよ来るよ。あら、みんな楽しそうじゃない。ふ、吹雪姫、どうしてここに。話は聞いたわよ。私のファンを辞めるとかなんとか、どういうことか説明してくれるかしら。それはちょっとした誤解っすよね。メラ、お、一応言い訳はするんやね。もう何よ、ひどいよみんな。他の妖怪のファンになっちゃうなんて。私だってみんなのこと大事に思ってるんだからね。だって未来の吹雪姫の方が優しいから。なんですって。あらあら、そんなことないわよ。私だって怒ると怖いんだから。あれ、またまた、一体何を言い出すっすか。仕方がないわね。だよ、仕方がないから見せてあげるわ。バトります。うおお、消えなさい。我が氷の息吹で永遠に凍りつくがよい。すげえ。変身した。話し方も変わってる。あの優しい吹雪姫はどこへ行ったっすか。来る、みんなバトルの準備よ。おお、まさかのバトルに突入ですか。ふぶき姫同士がバトルかなとは思ったけど、まさかこっちなのね。バトルスタート。みんな変化。あ、タウあー、ジガニャー。待って、ふぶき姫強くね。ふぶき姫強くね。ラッカイルガン石。お、そしてメラメラ獅子合拳ステイ。ジバニャはまだシャドウサイドにはなれないのか。よーき、あ、待って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 、やめて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 、怖い。おーっと、猫股出てきて。ステイ。痛い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 。よーき、水道。まだ全然だよね。サボりうる場合じゃないよ。ちょっと、あ、お尻に刺さる、お尻に刺さる。ウリボー。ウリボーシャドウサイド、はい、いけるわよ。ちょっと相撲進撃、ちょっと相撲進猛烈撃。あー、ケータが気絶。
火はよく効くようだ。なるほど。えい、あー、戻ってしまった。イエイ、勝利。ケータいつの間に起き上がった。気絶したよね、君。未来の吹雪姫、怒ると超怖かったです。やっぱり俺こっちの吹雪姫のファンがいい。メラ。あらら。わかればよろしい。いろいろあったけど元に戻ったって感じだね。あら、私振られちゃったみたい。もしかしてこういう展開になるようにわざと怒ったふりをしたの？何のことかしら。ごめんなさい、みんながあなたに迷惑をかけちゃったみたい。お、ちょっと余裕が。いいのよ、おかげさまでとっても面白い体験ができたしね。なるほど、これからの時代はこういうのがいいのね。可愛い系より綺麗系でおしとやかな感じにして、ちょっと背も伸ばそうかしら。背ってなんかそんな伸ばせるもんな。あら、何の話をしているの？うん、こっちの話。もしかして今のこれを参考にして未来の吹雪姫が出来上がる。迷惑、吹雪姫追っかけたい、バッチリ解決。みんなどしどしレベルアップしてくね。いいね。様、おお、合流した。おい、フクロウ、お前わざわざこの世界まで追ってきたのか。うせろと言ったはずだが、それとも俺の手で消えたいのか。いえ、消えません。どうか四天王寺様のお役に立たせてください。てか何かしら自分で勝手に成果を上げてそれを報告すればいいのにね。聞き分けのないやつめ。どうけさ、黙っていてください。四天王寺様、主の力になりたいという気持ちは変わりません。どうか今一度私にチャンスを。何回ですか。そこまで言うならその望み叶えてやろう。ただしこれがただしこれが本当に最後だ。何なりと。消されるよ、大丈夫かい君。姫はいる。今度こそ姫を見つけるんだ。なんと、鬼桜が。まさか姫はこの世界に。ああ、この反応、間違いない。姫はこの世界のどこかにおられる。さあ、今すぐに探し出せ。そして連れてこい。この俺の元にな。必ずやそのご期待に報いてみせます。どこまでも人にすがらないと生きていけないやつですね。だが、あいつがあれだけ食い下がってきたのは、これが初めてだな。成長。ふみちゃんのおかげやね。お知らせターによると、未来妖怪トラブルは落ち着いたようでウィス。よかった。あ、木の実だけカッパ来てないけど大丈夫。あとはあの開きっぱなしの扉ね。稲穂さんに任せっぱなしだった。早く戻って次の作戦を考えよう。もしかして忘れたにゃん。早く大森山へ向かうにゃん。何日間稲穂をそこに放置しておくんや。稲穂さんと合流しましょう。大森山にいるはずです。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てことで、まあ数日間放置されているであろう稲穂と合流しましょうか。